こんにちは。さとしくんが買い物してきました。何を買いましたか？一つ目。ブルーチーズ。入り 6P チーズ。と、もう一つは？マッシュルーム。ホワイトマッシュルーム。はい、これ何これから作りますか？サラダ。さとしくんサラダ発動でございます。はい、お願いします。はい。これさとしくんがテレビを見てサラダを作ってみたいと。はい。いいね。さとしくんサラダ楽しみにしております。はい、ほい。ブルーチーズ、普通のチーズに見える。よいしょ、崩すと。はい、チーズを崩します。はい、あ、いい感じ、いい感じ。あっち熱い。取るの忘れたんですけど、うん、チーズは、うん、溶かし、あれ、茹でたじゃがいもに入れて、うん、まあ、出来たての。で、溶かして、これ、名前なんだっけマシュマロ。マシュマロ入れます。はい、次は玉ねぎをみじん切り。みじん切りできるかな。どうぞ。まずは横さんざんテレビで見たでしょ。いや、横だ。あ、こわこわ、目が痛い。こっちは心臓が痛い。ドキドキする。モザイクかけていい？いやいやいい、分かった。はい、そうやってすぐみじん切りになっていくかどうか。できません。じゃあどうするか。頭使う。泣いてるよ。うん、嘘でしょ。やばい、花粉みたい。頑張ってください。みじん切り、今度お母ちゃんが伸びてね、一つ一つ勉強してください、うん、はい、ほい。次はパセリ。パセリ、パセリの前に塩コショウ、玉ねぎの次に。おい、レモン追加してください。レモン絞り作ってます。レモン絞ってます。おい、大事な大事な種ちゃんとってか入りました。はい、で、その次にオリーブオイル入れました。はい、で、あとレモン汁多めで。はい、で、その後にかき混ぜる。すごいね、豪快なサラダ、ありがとうございます。はい、できました。はい、改めてこれ何のサラダでしょう。美味しいサラダ。はい、原材料ブルーチーズ、はい、とホワイトマッシュルーム、はい、で、あと、まあ、茹でたじゃがいもとかもろもろですがね、さとしくんがね、テレビ見てこれ作りたいっつって作りました。はい、ありがとうございます。最後にチーズ乗っけたのは違う。まあ、いろいろちょっと昭和レンジをしたということで。はい、はい、じゃあさとしくんが作ってくれたの、父ちゃんが、父ちゃんが味見していいんだね。はい、いただいてみます。何がいく？全部一気にいった方が美味しいです。全部一気、全部一気って言うと、このじゃがいもとレタスとこのチーズのっけて、この状態ね。うん、これフルセット。これいやです。うん、うん、美味しい。よかった。美味しい。あのね、まずじゃがいもはちゃんと柔らかくできてる。うん、で、ちゃんと味もしっかりして、これレモンを効いてんだね。うん、でもレモンもうちょっと多めにした方が、なんか、ああ、まあね、もうちょっと酸味あった方がいいかもしんない。あとオリーブオイルもっと増やしていいよ、これ。はい、そしたら全部こう丸みが出るから。うん、美味しい。よかった。うん、
ッチシです。ありがとうございます。ありがとうございました。あとあれだ、お母ちゃんに盛り付けをすごいこう綺麗にいきたいと思います。完璧だね。はい。ありがとうございます。はい。